鹿せんべいとか。鹿せんべいじゃないね。まさもね、この頃野菜が食べるのが分かる。あ、だいぶ食べるね。うん、まさまでまだおっぱいちょうだいね。いや、さすがにまだ言ってますけど。いや、恥ずかしいから、ワンポイント。はい、恥ずかしいな。元気に過ごせるよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。奈良公園にお越しの皆様に鹿に接する時のご注意を申し上げます。お腹を壊す原因になりますので鹿せんべい一番の食べ物は買いないでください。鹿が間違ってゴミを食べてしまいますので、必ずゴミは持ち帰ってください。鹿が急に道路に飛び出してくることがあります。
ドライバーの皆さんは十分注意してください。もうちょっとしんどいからな、ね、交通事故の原因になりますので道路付近では通過線でも与えないでください。交通事故は犬を大変怖がりますので、犬を連れている方は絶対に離さないでください。以上のことにご注意いただき、楽しいひとときをお過ごしください。せやな、確かに。
さんの皆さんが変わってないね。ちょっと見ろ、ちゃんと動くし。